はい、今日はですね、夢を周りに語る、目標を周りに語ると叶わなくなる理由をお伝えしていきたいと思います。あなたはですね、夢とか目標って言われるものをこう周りの家族、友人とかですね、まあ、パートナー、妻、夫とかですね、まあ、彼氏、彼女に、結構言うタイプですか？私はですね、意外にですね、周りに言わない方がうまくいく確率も高いなと思っています。で、なぜですね、周りに言わない方が、それが叶う確率が高いのかというとですね、まあ、今日2つお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。で、これはですね、私がですね、実際に、周りにあんまり言わなかったら大きな夢が叶ったっていうところなんですけど、それがですね、起業っていう夢ですね。やりたいこととか好きなことで、起業したいな、副業から始めたいなとか思ってたんですけど、結構こうハードル高いじゃないですか。結構やっぱこう大きな夢だったんですよね、自分の中で。私はもともと看護師をしてたんですけど、するとですね、まあ自分は起業するぞとか、副業するぞとか、社長になるぞとか、そういったものをですね、こう逆に周りに言わない方がうまくいく確率が高いなと思った経験が結構多かったんですよね。よく、本とか、まあ、セミナーとか講座でですね、意識高い系の方とかが、参加するところだと、目標設定しましょうとか、夢を周りに、語りましょう、目標を語りましょう、ビジョンを共有しましょうとか、そういう風に進める方いらっしゃいますよね。で、私もそれがベストだなと思ってたんですが、意外とですね、これって周りに言わない方がうまくいく確率高いんじゃないのかなって思う経験が結構多かったんですよね。で、今日はですね、その理由2つをお伝えしていくっていうことなんですけど、まず1つ目ですね。一つ目は、まず目標とか夢をこう人に語ることでですね、人に語ることでやりたいって思っている夢、これやりたいな、これ達成したいなと思っている夢が、こうやんなきゃいけないな、言ったからにはやってやんなきゃいけないぞみたいな、やらなきゃいけないっていう方向にこうちょっとずれてくるっていうことですね、理由は。で、まあ、近しい人で、結構親しい人に、こうたくさんの人に言うんじゃなくて、まあ、ちょっとした身内に言うとかぐらいだったらまだいいのかもしれないんですけど、こう宣言しちゃうとかですね。すると、あ、なんかあんなこと宣言しちゃったから、やっぱ叶えないとなとか、達成しないとなとか、結構完璧主義な人とかは、そうなる傾向が強いんじゃないかなと思うんですよね。私とかだとですね、言ったからにはちょっと守んないといけないなとか、なんかそんなことを考えてたりとかしてたんですけど、まず一つ目の理由はここですね。で、なぜ、やらなきゃいけないっていう風になると夢が叶いにくくなるのかというと、脳科学的に言うとですね、生産性が下がるんですよね。やりたいとか、こうワクワクするようなやりたいことっていうのは自然とこう心が動いてやりたいこと、こう活力になりますよね。なので生産性が高いんですよ。効率性、生産性が高いですが、こうやんなきゃいけないなとか、どこかそういう要素が入ってくると、こうやらされてる感とかいうか、こう恐れ不安をですねから逃れるためにやるというような、そういう風なこう発想になりがちですよね。そうするとですね、生産性がぐーぐーぐーっと下がってきます。なので、ここがちょっと注意点ですね。はい。で、二つ目の理由っていうのがですね、二つ目の理由は、あなたが目標達成したい、夢を達成したいと思うものが、それがですね、こう今の現状とですね、まあ夢のこの、現状と夢のこのギャップがですね、大きければ大きいほど、こう反対する人も出てきますよね。夢を反対する人も、目標反対する人も出てきます。そんなのやめときなよとか、そんなの絶対うまくいかないよとか、そんなの、こっちが不安になるからやめてくださいとかですね、まあ、そういった家族とか、パートナーとかですね、そういうふうにこう言いがちだと思うんですけど、するとですね、こうドリームキラーが出てきやすくなりますね。なので、あなたがこう今まで達成したこともないような大きなチャレンジをですね、周りに言うと、ドリームキラーって言って、あなたの夢をですね批判したり、
やめときなよって反対する人とかがこう増えてくるんですよね。そうなるとあなた自身がですね、その夢を叶えることが本当に叶えたいことだったのかなとか疑問に思ってきたりするんですよね。本当にこれって自分叶えれるものなのかなとか不安に思ってきたり、これ私現にありました。親に、起業したいって言ったら親はもうめちゃくちゃ反対したんですよね。うちはですね、そんなに裕福な、家で育ったわけじゃないので、あんた看護師のその学校の資金誰が払ってやったと思うんだよみたいな感じでこう言われたんですよね。こうまず親とかに言うとそうですよね。なので私はあもうこれは親が反対するし、結構そう寿命を縮めちゃうなと思いましたので言うのやめたんですよね。これしたいあれしたいと。それが突拍子もないことだったらなおさら親からしたらですね、相手からしたら突拍子もないことだと思いますよね。すると反対したくなるということで、まずそういったことを夢を語るっていうものはですね、まず心の中に秘めておいた方が無難というかうまくいきやすいなと思いました。でそこからはですね、親に言わずに起業しちゃいました。で、起業するにも勇気がいったんですけど、でも言ったらもっと私の気持ちが乱れると思って、起業しようと思ってるのに、起業するの不安になってきたとか、やっぱりやめようかなとか、こんな迷いが出てくるんですよね、周りに言うと。なので、周りに言うことをちょっと緩めるというかやめたんですよね。そして自分の中でふつふつと湧き上がる思いを大切にして、コツ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 行動、自分を信じて行動していったら起業っていうものの夢が、叶ったんですよね。看護師って結構こうビジネス看護師ってなかなかビジネスのことを学ぶ機会とか全くないので、人からこうお金をいただくこととかもやっぱり抵抗が強かったんですよね。でそういったところから起業することができました。これはですね、やっぱり、夢や目標というものをこう周りにあまり語らなかった、これが、すごく、ポイントが高かったなと思います。ぜひですね、あなた自身も今年叶えたい目標とか夢とか、私と同じようなですね、副業したいとか起業したいとか、こういうふうな人いらっしゃると思うんですよ。夢が大きければ大きいほど人に言わない方が、もしかしたらあなたの夢が叶いやすくなるかもしれません。で、言ってもいい人っていうのがいると思います。例えばですね、言ってもいい人、あなたの夢を語ってもいい人、目標を語ってもいい人っていうのは、あなたの夢を応援してくれる人ですね。つまりドリームキラーにならない人は、言っても大丈夫です。あとはですね、今日お伝えしたような情報とかそういったものをですね、まあ、この動画を一緒に見ていただいた方とか、そういった方とかは理解がある方なので、ぜひいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひ、あなたの目標、夢が叶うように、まずあなたの夢、目標を誰に言うか、ここをしっかり管理することが重要ですということを今日最後にお伝えしたいと思います。今日ですね、見ていただいた内容、ぜひ、評価を、していただけたらと思います。でチャンネル登録も、お待ちしています。ありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。ありがとうございました。